私たちが考えたのは、その発生の過程をいかに正確に再現するかと、もうこの点につきますね。そこで辻さんが注目したのは2種類の細胞です。1つ目は毛乳頭細胞、毛包の司令塔です。2つ目はこのバルジ領域と呼ばれる部分にある細胞です。上皮性幹細胞と言われ、さまざまな種類の細胞に変化できます。この2種類の細胞、実は受精の後に別々のグループに生き分かれた細胞だったのです。受精後2ヶ月を過ぎた頃の頭皮の断面を覗いてみましょう。バルジ領域の幹細胞はこちら、皮膚になるグループ上皮系細胞、規則的に並んでいます。一方の毛乳頭細胞、寛葉系細胞と呼ばれるグループに所属、細胞の間を柔軟に動けるのが特徴です。この時期2種類の細胞は呼び寄せられるように近づき出会います。そして互いに連絡を取り合いながら、体に初めて毛包ができるのです。この2種類の細胞が反応し合って、お互いに刺激をし、お互いを成長させ合って、そして毛という毛包という一つの器官を作り上げる。そのためにはこの2つの細胞を高密度でぴったり密着させる、出会わせることが、この方法の一番大事だと思います。辻さんたちはこの発生初期の出会いを再現するために試行錯誤を繰り返しました。細胞を立体的に配置をするっていうのが、この基幹再生の中で最も難しいことなんです。だから三次元的に細胞を積み重ねる。で、そのために例えば細胞の溶液をそのまま作り上げようとしても流れてしまう。この2種類の細胞をランダムに混ぜてしまって、でそれを発生させても正しいものはできない。悩んだ末に考え出したのは、高密度で細胞同士が密着する空間を作ることでした。たどり着いたのはこちら、ネバネバした粘性の高いコラーゲンゲル、人の頭皮下の成分に近い性質を持つ物質です。その中に上皮系と寛葉系の細胞の塊を注入します。ゲルの粘性が高いため2種類の細胞は散らばりません。高い密度で接する状態を作ることができました。2種類の細胞が出会う時と近い状態です。この状態で数日間培養しました。それを毛のないヌードマウスに打ち込んだところ、3週間ほどで毛が生えてきました。これが実際にできた毛包の断面図。毛乳頭や油を出す皮脂腺などの組織も再生されていました。さらに再生した毛包では、自然に抜けては生え、抜けては生えが繰り返されていました。つまり毛周期が再現されていたのです。その周期はおよそ3週間、普通のマウスとほぼ同じでした。今辻さんは人の細胞でも実験を進め、10年以内の実用化を目指しています。いや、毛のないところから、はい、自然に毛が生えてくるってすごいですね。あのマウス可愛いですね。ね、可愛いですね。まあでも、どうしてこの2つの細胞の出会いが必要なんですか？実は2つのですね、細胞の間にこんなことが起こってるんですね。まずですね、上皮系の細胞からですね、ウイントっていうタンパク質が寛葉系に送られます。いわゆる意味としては、毛乳頭になりなさいという指令なんですね。
その後にその間葉系の細胞からですね BMP4 というタンパク質が上皮系の細胞に送られます。その意味はですね上皮系の細胞に毛母細胞になって髪の毛を作りなさいとっていう2つのですね信号のやり取り、2つの細胞のですねキャッチボールシグナルのやり取りによって毛包が誘導されていくんですね。つまり一人で盛り上がって毛包を作るぞって言ってもダメでそっか、出会った二人が力を合わせていかないと、はい、毛包はできないんですね。なんですね。そう、このキャッチボールというのがキーワード。実は辻さん、この研究を突き詰め髪の毛にとどまらない複雑な器官の再生も視野に入れています。私たちが毛髪再生に取り組んでいる一つのポイントは、まあ、毛包がですね、一つの器官であるっていうことなんです。そうすると髪の毛だけではなくて器官再生が将来実現できるかもしれない、肝臓全体を作り上げたいという気持ちはありますけれども非常にやっぱり難しい。そうするとまずは小さなものから始める。でそれが私たちの毛髪再生への取り組みの一歩だと思います。髪の再生が他の器官の再生にもつながるっていうことですか。そうなんですね。他の臓器も毛包みたいに2つの細胞の出会いでできてるんですね。そう、他の器官もですねこの2つの細胞のキャッチボールによって器官が形成されることが分かっています。例えば毛包とかですね歯、唾液腺、涙腺、あとはですね爪なんかもそうなんですけれども、やはり上皮間葉の細胞がキャッチボールをして相互作用を起こすことによって発生していきます。あと体の中ですと肺とか肝臓もですねやはり同じように2つの細胞が出会いキャッチボールすることによって臓器ができていることが分かっています。これつまり毛包の再生が臓器の再生につながっていくっていうことですね。そうですね、毛包の再生は比較的もうゴールが近く見えていると思うんですけれども、この技術を研究して臓器の再生まで持っていけるんじゃないかと研究者たちは考えています。それは楽しみですね。そうですね。だけど毛包の再生にまだ課題とかってあるんですか。この生き分かれてですね、しまった2つの細胞ですね、この細胞を使って再生量を行っていくんですが、人間の頭皮から取れるですね組織には限りがあります。でその取ったものからですねどのぐらい髪の毛を増やすのか、例えば1本取ってそれを1本しかならなければしょうがないわけで、1本取ってやっぱり1000本とか1万本に増やさないことにはですね医療につながりません。で現状ではですねまだ上皮系の細胞の培養技術は確立していません。これをクリアすればいずれはですね辻先生がおっしゃっているような完全なですね体制幹細胞を使った再生毛包はできると思うんですが、まだまだこの技術は実用化というのは難しいんですね。じゃあ自分の毛を抜いてはいいけど細胞が増えなかったら抜き損ですよね。それはもう死活問題ですよね。でも細胞の数を無限に増やせる方法があるんですが何かピンときませんか。方法ですか。はい、iPS 細胞。そうです、正解です。今 iPS 細胞を使った毛包の再生が進められているんですよ。人 iPS 細胞を使った毛包の再生に取り組んでいるのは皮膚科医の大山学さんです。まずターゲットにしたのはケラチノサイト、皮膚を構成する上皮系の細胞です。この細胞を誘導するには iPS 細胞にレチノイン酸とタンパク質 BMP4 を加えればいいことが分かっています。こちらが実際にケラチノサイトを誘導していく様子。この時は1ヶ月以上かけて完全な細胞になりました。ケラチノサイトは上皮系細胞ですから、間葉系の細胞を出会わせれば毛包が生まれるかもしれません。しかし大山さんはここで一工夫考えます。これが分解誘導している途中の iPS 細胞ですね。ケラチノサイトが完全に出来上がる前の途中の細胞を使うことにしたのです。より若い細胞の方がですね、組織を作る力が強いということが分かっています。
その若い細胞というのを大人から取ってきて作れるかということなんです。これはなかなか難しいんですね。大人の細胞がもう茹で立ってしまったような細胞、ゆで卵だとすると、逆に言うとわざと半熟卵みたいなものを作った方が、形を後で整えやすいという可能性があるわけです。これは iPS 細胞ではないとできないわけですね。大山さんは未熟な上皮系細胞と間葉系細胞を混ぜ合わせました。そしてマウスの皮膚の下に注入。するとこのような毛包を含む構造が再現されました。下に突き出した針のようなものの中に毛包が隠れています。隠れていた毛包です。緑色の部分がヒト iPS 細胞由来。わずかではありますが皮膚の中では毛ができていました。皮膚の下だけどちゃんと毛が再生されてましたね。ありましたね。いやこれって発生の過程を再現するっていうのがポイントなんですね。実際はいつ頃からこの iPS 細胞で作った髪の毛使うことができそうですか？それはまだまだ先のようです。この iPS 細胞でですね、まだ間葉系の細胞が作られてないんですね。ですから大山先生のご研究でも間葉系の細胞はマウスのものを使ってます。ですからそういったことをクリアしていかないとなかなか現実化っていうのはちょっと先かもしれません。はい。まあ、でもマウスで成功したら人でもすぐできそうですよね。それがなかなか難しいんですね。実はですね、過去にも動物実験でうまくいった例がいくつも、まあ、いろんな方法があったんですけれども、まあ、人間の実験になるとなかなかうまくいかないということは一つですね。もう一つですね、マウスは今体毛の研究をしています。残念ながら人間は、まあ、頭髪というですね、違う種類の髪の毛を、まあ、再生しなければいけないので、そこには2つのハードルがあるかもしれません。体毛と毛髪っていうのは違うんですか？一般にですね、人の体毛、まあ無駄毛ですけども、体毛ってのは大体毛周期は4週間ぐらいなんですけども、眉毛とか2ヶ月とかまつ毛もそのぐらいですし、毛の種類によって毛周期は全然違うんですよ。はい。形態的には毛乳頭細胞の数が違うと言われていて、まあ、体毛の場合は一般的に数百個、ところが頭髪は3000個ぐらい毛乳頭細胞があるんですね。で眉毛はその真ん中ぐらい1000個ぐらいの細胞ができています。まあ、そういった、まあ、細胞の数の違い、あとおそらくですね、毛乳頭にはですね、番地が書いてあって、何号何番地にはこういう毛を生やしなさいっていう指令が遺伝子の中に組み込まれてるんですね。ですから頭の毛は頭髪、眉毛は眉毛、体毛は体毛というふうに分化していくんですね。じゃあこう眉毛を取って頭に移植してもダメなんですね。同じ眉毛の性質の毛しか生えないので、なるほど、2ヶ月で生え変わると。そうか。どうも床にいっぱい眉毛が落ちてることになります。はあ。 iPS 細胞でここまでできれば薬の研究も進みそうですよね。 iPS 細胞のですね、研究の副産物として髪の毛、まあ、その方の髪の毛の細胞を試験管の中で再現できるわけですね。そうしますと血液から取ってきた細胞を iPS 化させて試験管の中にぶっ込んで、そこに育毛剤をスクリーニングするんですよ。例えば10種ぐらい入れて1種類効けばそれが効くんだと、あるいは効くものだけ組み合わせてその方が使うと、 A と D と E が効果があればその3つの育毛剤をミックスしてその人に処方するということは可能なんですよね。まあ、そういうことを進めていくと、ある疾患のグループっていうんですか、例えば円形脱毛症の人はこういった薬が効くんだろうという研究に進みますし、その疾患に当てはまってきちんとですね、キレの良くて副作用の少ない薬を開発できるようになるんです。いや、この毛髪の研究ってすごく進んでるんですね。いや、実はですね、研究者の数が非常に少なくてですね、がんの研究なんか1万人以上いらっしゃるといいんですが、髪の毛の研究は残念ながら、まあ、数十人でしょうか、国内でですね。そんなに少ないんですか？非常にね、マイノリティな研究なんですよ。まあ、早くこういった夢の技術をですね、困っている方々に届けたいんですけども、そのためには多くの方々に興味を持っていただいて、まあ、一緒に研究していただくと、我々は本当に将来早くですね、こういったサービスを届けられると思っています。いや、なおちゃん今日はどうでしたか？はい、私最初薄毛の治療ってことで結構ピンポイントだなって思ったんですけど、あの髪の毛の毛包が小さな臓器っていうのがすごい印象的でしたね。はい、そこからやっぱり他の臓器にもなんか
展開できそうで、すごく広がる研究ですよね。僕は個人的にやっぱり、頭髪再生、いやこれね結構危機的状況なんですよ僕ね。なんかね本当に早く実用化してほしいなと思います。これは期待したいですね、はい、佐藤さん今日はどうもありがとうございました。ありがとうございました。それではサイエンスゼロ、次回もお楽しみに。次回は未だかつてない恐竜大発掘に密着。日本初の完全骨格？いかにして大発見へとたどり着いたのか。そしてこの恐竜の正体は？やったね、やったね。7200万年前の太古の世界へお連れします。Eテレ